新市街地の話題をお届けする椎名ちゃん街中応援委員会。今日のテーマはこちらです。貴重な品々ばかり、インドシナの山岳民族展。小松クラフトスペース代表小松和彦さんをお迎えしてお話伺いますよ。よろしくお願いします。はい、ということで小松さん、今日よろしくお願いいたします。またシャツがいいですね。ねえ、鮮やかです。そう、いつもこう目を引くお召し物をね着てます。前はね、同窓人 T シャツでしたけど、そう今日はあの先月当店で作品展を開催していた斉藤博さんという方の、染めた布を使ってですね、そうなん、はい、作ったシャツなんですね。そうなんですね、はい、そうなんです。たまざまな企画展をね、小松クラフトスペースで開催されていますけれども、はい、まずはですね、小松さん、皆さんよくご存知かと思いますが、プロフィール少しご紹介します、はい、まずはそうですね、はい、はい、秋田市生まれの小松さん、工芸ギャラリー小松クラフトスペースの代表3代目でいらっしゃいます。下流会や民間振興を中心に秋田県の郷土史を研究している。著書に村を守る不思議な神様永久保存版、そして秋田県の遊郭跡を歩くなどがあります。でも小松さんといえば、はい、その人形道祖神プロジェクトの、はい、もう常に取材をされていて忙しいというイメージなんですけれど、うん、今はねちょっとオフシーズンなんです。あ、そうなんですね、はい、この春からまたあの各地でその道祖神を作る祭りが始まります。 あ、はい、あれでも結構最近もね、いろんな小松さん関係、和彦さん関係のニュース見ましたけどね。そうですか。いろんなところで、あのいろんな地域に、ね、そうですね、それ以外の取材もね、はい、来訪神の生ハゲの取材もしたりですとか、はい、そういったこともしてます。来訪神、はい、人形道祖神はやっぱり藁人形なので、うんうん、まあ、春から秋にかけてあるんですけども、うん、はい、冬場は生ハゲですとかね、さまざま小正月行事。なるほど、はい、先ほど映像ありましたけど、縄内記、うん、あ、そうそうそう、面白いですね、あれね、うん、はい、ご覧になったことあるんですか。いや、あれはないですけども、うん、まあ、気になるのが右か左かっていう、ね、うん、あの道祖神の場合はあの左なんです、神様の。え、そうなの、はい、決まってるの、左内っていうのがあるんです。締め縄とかそういったものとかね。あ、そうなんですか、はい、方向とかもう、そうそう、あのこう寄りをかけるあれが違って、私も昨年ちょっといろいろ勉強したりしたんですけれども、今年はちょっとそういったあの実際わら人形を作ってるところにあの弟子入りして、うん、あの参加させてもらいたいなとかって思ったりもして今度はそっちの方だ、ね、小松クラフトスペースにはいらっしゃるんでしょうか。頭いけば実はね、わらもねストックしてあるんですよ、自分で。その練習用のものが、そういったこともね、いろいろやってみたいなと思ってます。そうですね、はい、さあ、そんな小松クラフトスペース、先ほどね、こう召し物もね展示ありましたって言いましたけども、どんなお店かぜひ教えていただけますか。はい、はい、当店はですね、秋田市、秋田駅の西口にある工芸ギャラリーですね、はい、で1階がまあ常設でさまざまな工芸雑貨、そういったものを置いて、2階が、イベントスペースになっています、うん、まあ、毎月さまざまなテーマで、展示会をやっております。もともとは呉服店として創業していますので、今でもあの和服の方も扱っております。はい、はい、ね、あの工芸ギャラリー小松クラフトスペース、はい、はい、いろいろな、もうもちろん道祖神 T シャツとか、あと、ね、はい、日頃だとかそういったグッズもたくさんありますし、あれ欲しいけどなかなか買えないですよね。あ、いっぱいありますよ、当店に、はい、来ていただければ思ってますので、はい、西村さんとてもお金だと思うので、はい、ぜひお求めいただきたいと思います。ありがとうございます。スーツの下ぜひ道祖神 T シャツいいじゃないですか、はい、などなどいろいろね、企画展もありますけれども、現在開催中、はい、インドシナの山岳民族展、うん、はい、はい、どんな企画展になりますか。はい、こちらはですね、あの前店主、私の父なんですけれども、小松正雄が、今からだいたい20年ぐらい前から、うんうん、まあついこの 5,6 年前までよく海外各地、世界各地でお二人の写真、そうなんです、あの2人でね、あの行く時もあったんですけども、とりわけあのうちの父から、あの私世代交代したタイミングで一、はい、人で黄昏の旅というのを始めましてなかなか人が行かないような、まあ、辺境と言われている場所にですね、はい、出かけていくことが多かったんですね。で特にあの今回はですね、東南アジアの、うん、山岳民族、まあ、タイ、ラオス、ミャンマー、よく、ね、ゴールデントライアングルとかということもありますけれども、まあ、そのあたりによく出かけていた時期があったんですね、うん、で実は最近あまりこう、まあ、コロナもあって、
出かけていくことがなくなってしまったんですが、あの家であの当時 の, あのことを思い浮かべながら、はい、写真をもとにしてこう絵を描いてるんですよ。あれね、今の写真のってか、あれ絵は父が描いた絵です、はい。びっくり。そうなんです、まあ、写真をもとにいろんなことをこう当時のことを思い浮かべながら、まあ、現地で出会ったさまざまな人たち の,、はい、あのことを絵に描いていまして、で最近そういったミャンマー、まあ、ラオスその辺のことをこうテーマにして描いているから、まあ、せっかくなのでね、そういった絵を皆さんにご覧いただきながら、まあ、現地で収集した工芸品、はい、まあ、布なんかも一緒に展示してみたらどうかと提案しまして、はい、現在開催しているところなんですよ。そうなんですね、はいはい。小松さんのお父さん、うん、小松正夫さんなんですけれども、はいはい、小松クラフトスペースの元店主でいらっしゃって、はい、1997年 A 六助さんの呼びかけでカンボジアのボランティア活動に関わり、それがきっかけでアジア各地の手工芸に深く関心を持たれて、以来世界各地に渡航して工芸品の収集や生産に携わっていらっしゃるという方でございます。はい、そのお父様がね、はい、集めた前、あの椎名ちゃん の, あ, のにもあのあれはあのケーブルテレビでやった時ですけど、はい、あの出演願ったんですよ、はい、いや今回もね、なぜ、いや本当は、はい、私が来るはずないはず、あのこの父の会なので、はい、ただね本人はね極度の緊張する、特にテレビカメラの前で話すのがもう苦手で、前回もね、あの出てすぐあと家帰ったら寝込んじゃいまして、普段はねすごい饒舌なんですけども、うん、どうもね、ね、いやいや緊張しちゃうっていう話 で, そんなで私が代わりに今日、来ることに代打として。そうですか、なんかきっと前線の方があったから、ね、見てはくださっていますかね、もしかして、ね、まあ、家で見てると思いますけれども。そうですか、あ、よかったです。いや、ね、そのお父様お持ちで、はい、いやでもアクティブなお父様といいますか、はい、そうですね、もう本当いろんなところに出かけられていて、そうなんです、はいはい、あのそのお父さんも仲良くなった山岳民族ってどんな民族なのかちょっと伺います。はい、そうですね、あの、まあ、本当に100を超す、少数民族とも言われますけども、はい、山の方に住んでる人たちっていっぱいいるんですよね、うん、まあ、代表的なところだとモン族、あとアカ族、うん、モン族、はい、アカ族、あとはナガ族、ナガ族、はい、あとはチン族、まあ、そういった、はい、民族がいて、でうちの父はとりわけ、一番奥深く行ったところはナガ族という、はい、あの人たちが住んでる村ですね。ちょうどミャンマーとインドの国境地帯にあるんですけども、うん、そこはまず外国人は立ち入り禁止なんですよ、はいはい、インド側もミャンマー側もこう入れない、うん、だけただ、2008年に、まあ、政府から特別許可が下りて、そこに1ヶ月ぐらい滞在することができたんですね。日本人で唯一だと言ってはい、すごいですね。でその時に、現地の方々といろいろな交流をして、でその時撮ってきた写真とかいっぱいあるんですよね、まあ、そういったことを思い浮かべながら今回よく絵を描いてたので、この展示している絵も、まあ、長族の人たちの絵が多かったりします。もちろんその現地で集めてきた布でとか、あとアクセサリー、そういったものもあるんですけれども、お父様はなんでそんなに滞在できたんですか、はい、唯一。いやなんかね、よっぽど気があったんでしょうね。はい、なんか馴染みそう感じはしますよね。100年前まではね、あの首狩り族というふうに、はい、だからあの外から来たちょっと怪しい人がですね、はい、もしかしてちょっと来た、じゃあ怪しくなかったんですね。いや、まあね、まあ、今は大丈夫、全然そういうところないと思うんですけれども、でもなんかその文化もなんか日本っぽいですよね、首狩りって。私もナガ族の方というのはインドとミャンマーで会ったことがあるんですけど、はい、日本人そっくりなんです。風貌も全く同じ感じ、もうみんなあの日本人がナガに行くともう分かんないと思う。混ざると、うん、そう、服装だけ違うだけ。だからそう考えると昔の、ね、侍お侍さんたちがこう、ね、よく、ね、うんうん、首を取るっていうの、はい、あれはどっかね、あの根底と同じルーツがあるんです。戦国武士とね、そう、まさに戦国武士のような勇ましい人たちですね、はい、他にも共通点あるんですか。あとやっぱりお正月の祭りとかでですね、うん、集まってやるとこがあるらしくてですね、あとまずこの長族に限らずこの少数民族の、まあ、山岳民族の人たちというのは非常に日本人と同じような文化があります。うん、まず発酵食品です。お、今日本でも話題になってますけども、秋田も特にね、そう、はい、また慣れ寿司とかね、あと味噌とか、うん、あとは納豆、豆腐、そういったものをですね、寿司、そう、あと焼酎とかね焼酎、おー、はい、まあ、一説によるとお寿司のルーツは東南アジアにあるんじゃないかと言われているぐらいです。
江戸っ子だねなんて言ってるんだ。言ってたのは慣れ寿司って言ってないから、はたはた寿司のような、ああいった要は川魚とかを長期保存しておく、あれがまず寿司の一番古い形態だと言われてますけども、それを実際このミャンマーの山岳民族とかが作ってるんですよ。あ、じゃあもうそれはお父さんも一緒に、そうなんです、地元みたいな感じで、はい、過ごしたのかな。あと日本の昔の記録で、歌書きといってね、はい、男女の若い人たちが歌書きという、よく古代の日本で行われていった、要は今でいう合コンですよね。要はお互いの気持ちを歌を通じてね、こう、そういった文化がね、今でこちらに残ってたりする。ちょっと合コンって日本の文化だったんですね。日本昔からある合コン、まあ今で言うとですけどね、まあ、そういったことなんかもあったりして、だからね、何かこう日本、昔の古代の日本とこの今の東南アジア山岳民族の文化ってどこかね、こう共通点、まあ、昔に限らず現代の私たちの生活ともちょっと似ているところが、なるほど、風貌ももちろん似てるんです。じゃあそんなもうお父様の気の合う、そのところの皆さんと情報共有したり、あとその文化をちょっ と持ってきていただいたりと、でそういったものが小松クラフトスペースに今展示されている。それ見たいですね。もちろん販売してるのもありますし。そうなんですか。じゃあちょっとその一部なんですけれども、展示の様子をですね、皆さんご覧いただきます。はい、あ、これがまず手前の方がその南亜族のアクセサリー、あのビーズをですね、身につける文化があるんですね。ネックレスとかそういったものに。で、もともとさっき言った首狩り族だったというのがあって、その要はペンダントトップみたいなところにその人の顔を模したものをですね、まあ、ブロンズなんかで作って、そういった 首飾りを作る。斬新な世代ですね。はい、はい、あとは、まあ、奥の方は私 その父が描いた絵なんですけれども、はいはい、まあ、ちょっとこう見ていってよろしいでしょうか。あれがお父様の絵ね。そうなんですね、はい、うんうん、あ、これね、そうですね、はい、これがその長、はい、長族の、まあ、新年のお祭り、それを、まあ、今回描いた、まあ、まあ、そんなにうまい絵ではないんですけど、いやすごいだ、非常にその、まあ、先ほど言った通り、日本人の方ほとんど行ったことがない地域の風景なので、もう面白いかなと思いますね。まあ、テレビではね、ちょっと緊張して話せないんですけど、実際行くと、うちの父はもう、はい、これでもかというくらい饒舌に喋りますので。これはですね、下の方にあるのはラオスという国の、はい、木綿の布なんですけども、あれなんか日本っぽいですよね。日本っぽい。これは実はですね、手で紡いで、手で織って、糸はもちろん草木染めで、うんうん、そういった、まあ、昔ながらの技法で、うん、現在でもこのラオス の山の方ではですね、作ってる地域があるんですね。まあ、そういったところ、これ実は最近また送ってきてもらったものなんですけれども、まあ、こういったものを、まあ、今から、20年以上前からよく行って、その現地 の工房なんかにお邪魔して、はい、見ておりました。そういった非常にこう風合いが柔らかい、はい、こちらですね、不思議なものがたくさん、不思議なものがたくさんあります。まあ、手前の方はちょっとアンティークのものですね、はい、タイや、ミャンマーなんか古い陶磁器、うんうん、あとは漆のものなんかもありますけども、真ん中にちょっと木の股のような、これがまず私が今やってる人形銅塑磁器、うん、そうですか。これと全く同じ風習が赤族にあるんです。これ人ですか。そう、ちょっとこう突き出たもの、あれ男性のシンボルなあれが男で、もう奥にあるのが女、奥ゆかしい女性は後ろに、はい、男女の神様をペアにして村の入り口に祀っておくんです。なるほど、じゃあ同じですね。同じ。それは悪液が入ってこないよ、悪いものが入ってこないようにっていう、そういうまじないなんですね。でこれが今でも赤族の集落にあって、でそこの、人形が立っているところにはこう入り口に門があるんですけども、でその上には鳥の置物があるんですね。鳥の置物、鳥の、でそれがね、日本の鳥居のルーツじゃないかというふうに神社、弥生時代の遺跡なんかにもですね、そういう門の上に入り口のところに鳥を祀っていた、地蔵天遺跡、今御所のにありますけど、はいはいはい、あそこの復元している集落のあそこの入り口の上にもその鳥の置物、あれ実は地蔵殿からは出てないんですけれども、はい、日本の弥生時代の遺跡から出ていますし、実際今の赤族の村に行くと全く同じような、興味深いです。非常にね、ここはどこか日本の人のルーツとどっかこう被っているんじゃないか、被ってますね、そういう風なね、ふうに思うところもあるんですね。そしてお父様の絵ですね。はい、はい、絵のちょっと写真も少し、はい、じゃあその現地の皆さんを描かれた、これ、はい、この時は覗いてますね。何だろう、
この時の旅は私も実は一緒に行っていたんですけども、これ印例湖という、あの湖があるんですよ。湖の上、で湖の上にですね、あの住んでる人たちがいるんですけども、ちょうど湖の上に高床の家を建てて、でそこの、まあ、あの一軒の家からおじいさんがですね、こう誰か来たんだってこう覗いてるところがあって、そのシーンを多分父が、あの描いているんですが、そこ非常に面白くて、あの移動手段が全てボート、学校に行くのも船、買い物に行くのも船、湖の上で生活している、そういう地域ですね。はい、じゃあここの下湖ってことですよね、今覗いてる下。面白い。で船の漕ぎ方非常に面白くて、足を使ってね、こう貝をこう棒にこう手だけじゃなくて、そういう地域ですね。でここ の, あの名産というか有名なのが蓮の、あの繊維で織る織物があるんですね。で蓮糸織というのがあるんですけども、うちの父は一時それにもう夢中になって、その蓮糸織をなんとか保存できないかというのを、一時期非常に尽力してやっていた時期があったりとか、本当にね、いろんなことがここを、やってました。お父さんでも集中して絵も描かれ、他にも写真ありますか、絵の写真。これも長族 の, そのな、ね、なんか日本っぽいな。そう、日本っぽいですね、まさにね。まあ、着ているこのブランケットっていう、まあ、一枚の布をこう羽織るんですけれども、それが非常にね、なんかこう鮮やかで、そうですね、色鮮やか、そうなん、この布をたくさん、あの今回あの出展しています。なんかファッショナブルなんですよ。ファッショナルといえば、兜みたいなのもなんかお写真でありましたよね。あ、そうそうそう、あの兜はですね、はい、あのお祭りの時、あ、これこれ、まさに兜ですね。そうなんです、戦国武士のね。そう、このなんか前にこう丸い、なんていうんでしょう、白い部分、これはね、豚の確か牙だったはずですね。イノシシか豚から、でそれで動物の毛でこう覆っていて、本体はね、籠でできているんですけど、非常に軽いんです。籠、実用的かもしれない。そうなんです、だから非常に軽いんですよ。だけどこういった勇ましい、勇壮な被り物をして、今ではそういったあの戦いはやらないと思うんですけれども、お祭りの時はこれを被って、勇壮なダンスをするそうです。私は別に見に行ってないんであれなんですけども、私の父は実際そこに滞在して見てきた、その時に集めたものですね。お父様の、絵からもたくさんいろんなことが伺えますよね。本当に今では、あのなかなか、行くことが困難になってしまった場所。あ、そうですか、やっぱり、だと思いますね。ちょうど、まあ、政情も当時は少し安定していた時期な。今どういうふうな暮らしになさってるんでしょうね。それがちょっとわからないですね。あの、まあ、いろんな人の話を聞くと、やっぱりこうだいぶこう変わったというか、ぜひもう一回お父さんと、お尋ねになって、尋ねたいところですね。そろそろまた復活したいところですけども。そうですね、他にもあのアクセサリーでね、その首のアクセサリーとか、皆さんこうどうやって持ってきたんだろうって思うような、そういったお写真も、いろいろありますので。首長族、首長族と言われている、これはもうご覧いただける。そうです、あの内容ですね。ここもですね、実は私の父がミャンマーのシャン州というところに行った時に、この首長族の人たちの村に行って、その時に、見た、風景を絵にしたんですけども、こう下にあるのが実際その首長族の方が首につけていたという、こんな、ものなかなか目の前で見られないです。テレビで見るぐらいだったので、結構これ持ってみると重いですよ。なんか幼児期からこの輪をだんだん増やしていって首を伸ばしていくっていう、それがこう現物であるんですね。現物あります。小松クラフト、ぜひその首長族の人たちのどういったね、あの作ってるのかというのを持ってみて、おしゃれなんですね。モテるっていうのがすごい、またね、やっぱ好きですよね。好きですね。西村さん、こう持ったりとか触ったりできるっていうね。触んなきゃダメです。触んなきゃね。触ってみるとね、やっぱりその質感とかね、特にあの手工芸品は、あの持ってみると。ということで、今、工芸ギャラリー小松クラフトスペースでインドシナの山岳民族展が開催されています。最後に小松さん、あっという間の時間です。あの、ぜひ皆さんに PR お願いします。会期は、4月1日までです。会期中は無休で営業しております。なかなかですね、もう今あの行くことができなくなってしまったかもしれない、まあ、そういった東南アジアの山岳民族の地域で集めたものと、でそこで、出会った人たちの人々の絵画、それともぜひあのご覧になっていただきたいなというふうに思っております。4月1日まで、朝10時から夕方6時まで、開催しています。ぜひ皆さん足を運びください。
ということでここまでのお時間、この後もですね小松さんにお付き合いいただきますけれども、はい、聞かせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。小松クラフトスペース代表小松和彦さん、はい、お話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい